どうも、ワニです。そしてこちらは、うちで飼育しているアルダブラゾウガメの黒いもくん。この子ね、ちょっと前まで風邪をひいちゃって病院に通って治療中だったんですけども、現在、すっかり良くなりました。呼吸音がおかしくてね、鼻水も出してプシュプシュ言ったり、はぁーみたいな言ったりしてたんですけども、全然元気になって今は食欲もすごいです。ご飯もね、毎日たくさんの小松菜をバリバリ食べてくれます。病院何回ぐらい通ったかな ?4 回ぐらいは通って毎週薬もらって頑張ってね、与え続けたらすっかり良くなってくれました。良かったですね。あんまりまだ風邪が重症化する前の段階だったんでね、早期治療ができたんで治りましたね。日頃から亀の状態をしっかり観察しておくのってすごく大事だなと改めて思わされました。この子をもう飼い始めて3年以上経ってまして、多分3歳、4歳ぐらいだと思いますんで、結構ね、体も大きくなってきたし、もう大丈夫かなと思ってたんですけど、まだね、ゾウガメにしては子供なんでね、繊細でしたね。湿度が足りなくなったのか、温度なのか、風邪をひいてしまってましたが、すっかり良くなりました。そして首に腫瘍ができてしまっていたキーモくんですが、切除して縫って、その後なんかまたちょっと腫れて、なんか糸ごと抜歯する前にコブの部分が取れたんですよね。だから今なんかもう自然とコブがない状態でなんかフラットな首になってます。まだちょっとなんかかさぶたというかね、傷口みたいになってるんで、ここに今、テラマイシンというね、軟膏を買って塗っています。保湿しつつ、殺菌効果のある軟膏を塗って、自然治癒を今狙っているという状態ですね。これ以外は本当に、食欲もあるし全然順調ですね。この子はある日突然足を捻挫してしまったらしく、ビッグを引いて歩いていたエミューですが、こちらも病院に通って薬を飲ませ続けたら、はい、足を怪我していたエミューももうすっかり普通に歩けるようになっちゃって元気いっぱい。ほらおいで。はい、普通にもう歩いてご飯を食べに来れるようになりました。エミューは大体もう1週間ぐらいで治りましたね。3メートル水槽でコロ様と一緒に入れておいたら、胸びれや胸びれの根元の肉、あと背びれとか尻尾の方のお肉も噛まれてしまって怪我をしていたタイガーシャベルノーズキャットですが、大型魚って本当に生命力強くてね、回復力もあるんで1週間経たずにこれですね。もう血が見えない、傷は塞がってきてます。背びれもほとんど回復してますね。今ではもうすっかり胸びれも胸びれの根元の肉も再生しましたが、ちょっと後はなんかね残ってますけどね。背びれも再生しまして、尻尾の方のお肉ももうわからないぐらい、若干後がなんか色が違うかなってぐらいの差はありますけど、綺麗に治りましたね。はい、というわけでうちで飼育していて不調になってしまった生き物たちがみんなまあ順調に回復しつつありますという動画でございました。このアルダブラゾウガメなんかはね、病気になってしまってそれが判明して病院に連れて行って治療を始めて1ヶ月ほどで、完治しております。やっぱりね、常日頃から生き物をしっかり観察して異変を感じ取って早めに治療することが大事だなと思います。特に爬虫類は表情とかもないんで不調が分かりづらい生き物ですんで、飼い主の方が気を使ってしっかりと観察をしてあげる必要がありますね。ゾウガメって子供の頃は、まあ、体もあんまり強くないかなと思ってるんですけども、精神的にもすごく繊細な生き物だなと思っておりまして、闘病中は他の生き物に病気を移さないように隔離をしていたんですけども、その隔離していたケースがいつもよりちょっとまあ狭めのケースだったんですよね。そうすると途端にアルダブラゾウガメって食が細くなってしまうんですよね。他の飼育者さんとかにも話を聞いてみると、ゾウガメってかなり空間の認識能力が高いみたいで、狭いところにいるとなんかもう元気がなくなっちゃう、なるべく広いところに入れてあげないとご飯を食べてくれなくなってしまうことがあるということで、これ実際ね、広いところに入れてあげたらこうやってむしゃむしゃご飯を食べてくれるようになったんですけども、
狭い空間に隔離したりとか、以前、まあ、ちっちゃいといっても、ね、180センチはあったんですけども、それぐらいの水槽で飼育したりしてた時は食が細かったんですけども、外に出すようになったらもうむしゃむしゃご飯食べるようになって、ゾウガメ飼うにはね、歩き回れる程度の大きさがあればいいというわけじゃないですね。それ以上にもっと広大なスペースを用意してあげないと、なんか食が細くなってしまって歩き回りすらしないですし、どんどんね体も弱っていってしまいますんで、なるべく広いスペースを用意できる人じゃないと、まあ、アルダブラゾウガメの飼育は難しいですね。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また今後もね、爬虫類とか生き物が何か病気になってしまったりした場合、治療してそういった動画も出していこうと思いますんで、何か参考になることもあるかもしれません。気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。